弟がファンなんですよ。はいはい、あんたかっこいいよ、あっち行きな。やべえじゃんこいつ、服。いや、あれがファンなんですよ。はいはい、あんたかっこいいよ、あっち行きな。おい黙ってるマヌキ、このチンカス野郎。めっちゃ喧嘩しとるやん。はい、どうもです。皆さんね、まあ、新年始まりまして、まあ、学校職場嫌なことあると思います。まあ、今日はね、そんな皆さんにおすすめのゲーム用意しました。はい、こちらポスタル2でございます。もう至って健全なゲームです。まあ、唯一ね、まあ、健全じゃないとすれば、まあ、このポスタル1、2ともに、まあ、発売禁止の国があるってところですね。まあ、初期除けば健全なんで、やっていきましょう。お願いします。よし、やっていこうか。前回ね、月曜やったんで、今日は火曜からになります。で、どんなゲームかと言いますと、ほい、単純明快です。お使いをするだけで、今回のお使い内容がこちら。教会で懺悔、あと嘆願書にサインをもらう、本を返却する、ゲイリーにサインをもらうって、この4つのミッションをやれば OK です。で、まあ、月火水木金っていって、まあ、進行していくんで、まあ、本日はね、火曜やっていきましょうと。よいしょ。で、毎回まあイベントが起きるわけですよ、このミッションやることに。で、その内容がこちらと。あいつ、ウイルスのセリフ言ってくれるかな。頼んでみよう。一応ね、どうせやつも言いたいんだろう。はい、一応新聞なんですが、まあ、若干さ、ほら、抗議団体と図書館立てこもるみたいな。で、本を返しに行くってミッションがあるので、まあ、このあたり絡んできそうですよね。っていうのを、まあまあ、軽く予測しながら、まあ、あとは単純にお使いするというゲームでございます。じゃあ、まずは。署名してもらえないか。あはは、これでサインもらうって感じか。で、早速いるね。これ、マーチングバンドか。さっき新聞にあった。すげえ、マーチングバンド。ちょっとマーチングバンドさ、サインしてくんねえかな。嘆願書に署名してもらえないか。無理かな。さすがに無理か。ちょっと、まあ、一応これ健全なゲームなんで、僕もね、健全にプレイしたいなと思います。まあ、ちょっと俺もマーチングバンド参加しようかな。確か、あったあった。一応音のある楽器持ってるんで、もうちょっとこれでガッツリ。よしよしよし、これでね、僕もマーチングバンドの一員かなと思うんだけど。というね、夢を見たんで僕、熱の時に。いや、怖い夢だったわ。やっぱね、良くないですよ。僕やっぱ健全なゲームをしてるんでね、まあまああんな画面に、ね、なっちゃいけないわけですよ。嘆願書に署名してくれないか。Okay, I'll do it. あざす。ありがとうよ。嘆願書に署名してもらえないか。あら、気の毒に。くそ。Hey, watch it. 嘆願書に署名してくれよ。礼はするから。お礼しますよ。あら、気の毒に。つまらねえ冗談だな。ちゃんと歩きなさい。あざす。たまんねえ。これしかねえよな。もうこれしかないでしょ、だって。これしかないでしょ、だって書いてくんないだもん、嘆願書に。じゃあこれさ、この嘆願書さ、トゥーメイクコングレスマンってなんか議員みたいな感じなんで、なんか議員にプレイバイオレントビデオゲームズ、やばい暴力的なゲームをやらせるっていう嘆願書っしょ。とんでもないよこのゲーム。調子はどう？まあまあね。そりゃ大変だ。今何時ですか？朝ごはんの前にお酒が欲しいわね。お前、何言ってんのか。そこで終わりかよ、お前。もっと突っ込めよ。何言ってんだろ、完全に。着いた。右が行動って感じか。これなんだろう。あ、募金箱か。取れんじゃない、これ。あ、取っちゃった。あ、ちょっと。ちょっと待って待って待って。進化すやろ。どういうことや、この人。どういうことこの教会。 SG 基本装備ってこと。普通にやっちまったよ教会の人。やべえな。あ、まあ、でも金が鳴ったってことはね、まあ、でも私の罪がね、許されたんじゃないかと思いますけど。こっちから懺悔状。うわー、並んでる。出たー、このイベント。すみませんが、最後に並んでいただけますか。預金したいんですけど、いくらお預けになりますか。絶対その声じゃないっしょ。こちらにどうぞ。こんにちは。さあ、預金を引き出したいんだが。いくらお引き出しになりますか。10ドルです。わかりました。お前なんか見じゃねえぞ。はい、どうぞ。ありがとう。これ、よ、もしかしてこれ。すみませんが、最後に並んでいただけますか。無理か、小入り。こいつやばくない。はい。タバコ吸いながら懺悔してんの。これまた待つタイプだよな。だったらちょっと神の前で。なんで拳銃持ってんの。ちょっと待って。どういう集まりこれ。どういう集まりこれ。どういうこと。
神父さんめっちゃやってるやん。神父さんバッコバコに神父さんぶっ飛ばしてんじゃん。大丈夫これ、何懺悔すんの。明らかに今敵をなんかあやめたけど、神父さんが。いや、次の人、あ、用で終わりなんだ。一人一人あやめて用で終わりっていう、なかなか斬新な教会ですね。俺はとんでもない罪人です。いや、ほんと極悪人です。箱に献金入れましたか。入れました。ああ、ではあなたは許されています。よし、次の人。よし、ありがとうよ。まあ、許されるなら OK だよね。本の返却とゲイリーにサイン。ゲイのは近いのか。じゃあゲイリーから行くか。ここか、やっと見つかった。これが子役リオ。弟がファンなんですよ。はいはい、あんたかっこいいよ。あっちいきな。What the fuck? What the fuck? I'll give you drama, マリコール。めっちゃ評判悪いじゃん。だよ、次。やべえじゃんこいつ服。あれがファンなんですよ。はいはい、あんたかっこいいよ。あっちいきな。おい、黙ってるマヌキ。このチンカス野郎。めっちゃ喧嘩しとるやん。こんちは子役と。ウェブスターサインくれよ。いや、 Hey Gary, do you remember that time that I took you down to the cow pony and all you did was hit on women? はいはい、あんたかっこいいよ。あっちいきな。いきなりの超英語。 Thanks。 超英語な急なネイティブで OK か。いよ、こんにちはコールマンさん。人生の真実最高でした。もうサド娘の役はしないんですか。ありがとうよ。じゃあな。お袋に頼まれましてね。本当ですよ。ああ分かってるよ。こいつを転売したらお前んちに押しかけてボコボコにしてやるからな。子役のセリフじゃないでしょそれ明らかに。よし終わり。全然それ子役のセリフじゃないじゃん、悪役じゃん。あ、来たイベント。立ち上がるな。なんだろう。さっさ出なさい。出ろ出なさい。出ろ警察だ。なんかいるんだ。元子役を渡しなさい。え、逮捕状が出ている。ドーナツでも食ってろ。俺はどこにも行かねえぞ。我々は本気だぞ。やべえやつじゃんこいつ。ゲイリーを渡せば。グロスマン警部補の言う通りだったわ。無所には戻らねえぞ。どういうこと。子役どういうこと。あ、しばかれた。あら、子役が。どういうことよ、この急なイベント。クソ強いじゃん、子役。ちょ、俺まで忌憚してんじゃん。やばいんじゃない、さすがに。先生、子役も。物理。まさかのビンタ。てか、ビンタで。ビンタ教えてるね、厳しさ。あ、天才子役が。いい肥やしになるぜ。そうじゃないのに、そうじゃないのに、帰るしかないのか俺は。なんたる悔しさ。守れなかった。ここ出んのまで難しいんだよなこれ。そもそもあいつ探すのに30分以上かかってるからな。多分こっちなんだよな。よし取れた。オッケー。ちょっと今回すごいな。2日目かなり内容重いな。普通に時間かかるイベントばっかだわ。よし、図書館着いた。パブリックライブラリー、ここか。これが一応最後の今回のお使いミッションか。何なんだろうね。今んとこ、子役とか、まあ、懺悔でさ、結構すごい感じになってたけど、図書館ってあんまりなんかイメージないけどな、やりそうな。あと新聞あったな、なんか。あー、やっぱこっち系だよな。そうだよな、なんかあったよな、引きこもってるみたいな。これ何なんだろうね。エンドリテラシー。Think before you read. なんか多分あれか、本の思想的なやつか。では本読むなみたいな。へえ。でもこれダメですよ。経過見てる。ちょっとこれできないね、悪さな。ちょっと僕もあの図書館でね、うるさい人嫌いなんで、ちょっとルール違反罰しようと思ったんだけど、まあまあ。手出せないわな、警官は。あるし、表現の自由みたいなとこだよな。いや、結構このゲームアンチテーゼがすごいな、いろいろと。いやー、はい、これでいいですね。これもしかして。10ドルです。はい、お金。はい、ちょうどです。またあれか、並ぶ感じ。ありがとうございました。まあでもやっぱ図書館だからね、図書館はやっぱ静かに、静かにする必要あるんで。拳銃持ってんのあいつ。それまずいっす、それは。ませんが、静かにしてください。
ださいそう言ってる場合じゃないと静かにしてるって言ってる場合じゃ静かにするどころじゃなくないこれ拳銃されたら静かにうっす静かにはっはっはっ静かにしてくださいまあ静かにねまあ物理だよねまあ物理的にこう静かになりましたねこれすげえ格好じゃんこれごきげんようつまりナンパ始まったじゃんゲームは良くないってことこちらにどうぞどういうことそれこちらにどうぞ好きやり引き渡す無理か引き渡す引き渡す引き渡すあ、OK なんだ凄まじいやっぱこれバカゲーだなこれだやっぱね僕もやっぱ図書館がね汚れてるの許せなかったんでちゃんとこうやって掃除すると大事ですよねこれかイベントどんな感じだろうやっと来たかそろそろだと思ってた遅れてごめん誰かが俺の車爆破しやがった本もやそう地形は最後までちょ結構今とんでもない話じゃなかった車爆破みたいな本自体をなくすっていう考え方ですねなかなか過激なでどうなのそうなったら俺はあ店員さん消えちゃった思い切りゲロってたけどなでえー、それえ敵対スタートでもないでしょいやこれやばくない何これえちょてめえお前それはもう正当防衛やぞこっちは暗いこらよしその隙にメリケンで正面からぶっ飛ばす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 よしこれよなこういう作戦よこれが真のプロボクサーよよし一人も殺さずに帰ってこれたよかったやっぱね僕敵をねこう殺めたくないんで本当に難しかったです一体もね殺さずにちゃんとみんなの命をケアしながら敵であっても命を取らずに難しかったまさかなあいつらのこと注意しとかないとまずいないや敵対しちゃったわ図書館反対運動派とくそー守りたかったあで終わりだいや、二日目かなりボリューミーだったな、火曜日。すげえバカゲーだけど、なんかいろいろこうアンチテーゼ。まあいや、考えてないだろうな。だって書いてあったもん、ゲームの初めの画面に。このゲームは、真面目な方、政治家になりたい方、やらないでくださいって。ゲイリー・コールマンのサイはもらってくれた？始まった。ネットオークションで売るんだから。ああ、そう、売っちゃうわけね。ところでそういったものは本人が、その死んだら価値が上がるもんかね。もちろんよ、どうして？いや、別に、パソコン借りるよ。